アイテムが集まらん。なんじゃなくて相手っ子だ。はい、相手っ子のリンゴ高いな。相手っ子のインゴットってそんな高いもんなの？インゴット、あれ、インゴットってことはさ、なんかマイクラだったらさ、青銅かな。いや、愛、愛鉄鋼って書いてある。愛に鉄に鋼と。愛色の愛。インゴットってことはさ、火でさ、精錬したってことでさ、精錬所みたいなのあんのかな。とりあえず今持ってるアイテムを強化してみるわ。藍色の藍。そう、モビススピア。え、青じゃなくて青色の青。いや、ちゃう。で、リンゴットあっただった。え、高っ。ね、高いよね。そんなのか。バザーで売ってる人、高いって。しかも安いやつです、3万回。まだ星1や。星2。なんねえな。あ、鉄鉱石いるか。鉄鉱石くらいなら買えるか。全く見てなかった。何、鉄鉱石ないだと。1000じゃないか。こうん、多分取るのめんどくさいよな。単価がこそ1個で6000円っていう。高い。あ、集めに行った方がいい。なんでだろう、プレイしてる、プレイしてる人少ないのかな。いや、いるだろう。だけどさ、クソ高いんやけど、クソ高いのだけ残ってるっていうのは多分みんな手に入れるのがめんどくさいんや、きっと。でもまあ、お金足りないときはバザーに出せば。いや、売れてないのかな。なんか、昔なんかゲームでさ、アイテム買って高く売るみたいで楽しんでる子だったけど、何のゲームだったか忘れた。とりあえず、素材集めはこまめにやっといた方がいいってことが分かった、毎回。そうだな。高すぎだから。安くてさ、安くて6000円だぜ。高すぎでしょ。たったの鉄鉱石1個で。鉄鉱石なんてさ、超スタンダードじゃんっていうね。それ1個で6000ってどんだけ悪徳なんだよって感じだよね。ドラクエ10だったらめっちゃ取れるやつや。とかもらえるやつや。そうそう、このゲーム集める式だから、ね、これはあれだな、こまめに本当に取んねえと終わるな。うん、しかもさ、あとはアイテム売ったりとかじゃね。ああ、アイテム売れるから。アイテム高く売って安い鉄鋼石買う的な。そうそう、そんな感じ。っていうか、無理やろ。
っていうかなんかすぐ強化したいって時にはさ、アイテム買ったりする時もあるだろうに、そういう便利なことができなくなってるという。おお、防具つけたから割と強くなって、オークソルジャーで相手に戦えるようになった。まあレベル17でレベル11だから当然やけどな。あ、戦いってね、とりあえず、うん、鉱石取りに行ってる。今井戸の中にいるわ。井戸割とダメージ入るんやな。でもまだまだ、逃げるな逃げるな。そういえばドミノピザさ、今さ1枚頼んだらさ2枚ついてくるらしいよ。何それ。水曜日だけ。あ、やばいやばい、やられそう。回復薬使え。あ、来た。怖いな。なんだろう、鉱石ね、確かね、ここじゃなかったような気がする。あ、そっか。あ、あれだ、テル村の。そうだ、ここら辺にもう確かあった。これこれこれ、ピッケルと強化ピッケルってさ、どっちでも変わらんよね。強化ピッケルのが壊れづらいってだけやね。強化ピッケルじゃないと取れないところもあるんだよ。マジで。うん、マジか。ここら辺だったらまだピッケルでいいんだけど、うん、だんだん強化ピッケルじゃないと取れないところとか。じゃあ強化ピッケル使ったらもったいないかな。安いけどね。まあ、うん、そうだね。ゲームやってると、うん、あー、うん、確かに。あと強化、あの伐採あんじゃん、伐採ナイフ。うん、伐採ナイフもだんだんレベル上がってくると、うん、その強化伐採ナイフじゃないと取れないところも出てくる。なるほど。だから、OK。威力が異常。なんかピリピリしてくるのって PC ゲームやってる時だけだったんだけど、プレフォーでもなんかなるっていう。お、こんなのあったよ。ある？宝石。強化ピッケルで取ろう。強化ピッケルしかないから。仕方ないな。銅鉱石か。鉄がないよな。鉄がないわ。多分ある場所わかる。テルじゃね。テルのところからどっか移動するときに通る、うん、ポーン号に行くときだっけか。そう、あそこのところ多分あると思う。
現実でもな。おお、行こう行こう。あ、リムで行く、それとも歩いていく。いや、どっちもいいよ。どっちもいい。あ、待って。うん？バスタイナイフ。あー、取っといた方がいいか。こういうのも、あの、伐採ナイフとかも、お店とか道具屋に売ってっから。うん。せやな、と、まあ、買っとかないと、ね。なくなってきたら、買った方がいいかね。感じかね。せやな。うん。あれは何だ？炎を持ってるけど、敵か。ゴブリンが持ってるよな。てか、ランタンだっけ？火だっけ？火の、ランタン火だねか。ランタンあると何がいいの？ランタンあると、うん、あの洞窟の中にとかに入んじゃん。うん。そういう時はそういう時に使うんで。ランタン。なるほど。こういうとこだったらまだ見えてくるからいいけど。毒じゃなくても毒消し使えるんや。なんか矢倉が引っ掛かっとる。サイクロプスっていける感じ？サイクロプスどこ？あ、偵察部隊や。あ、もう終わった。早っ。レベルも上がるからいいよね、二人の動きが早いよな、ベビーハーブ。こっちこっち、サイクロプスは。サイクロプス？いるかな？オーブ取れるやつ？多分、取れる。取れるか。こいつ、あ、いるいるいる。あ、いた。線入った。死んじまった。何のためのポーンだ。そういう時に復活してあげろよ、ポーン。え、でもなんかアイテム必要ないよ。ないの？やばい、一発で死ぬんやけど。無理やな、強すぎでしょ。あ、ポーン。めっちゃ強いよ。さあ、経験とかもらったりする。ドライデルもできるから。倒した方がいい。これ怒ってるのかな。そう、怒ってる。やっぱ遠距離タイプの方が戦えるのかな、こういう時。いや、どうだろう。そうそうですね。頭か。頭の方に行って、この目があるところ。バタイダメージ。
けど。宝箱。モコモコ。モコモコケイト。じゃあどうすかな。ストーリーとりあえず進めた方がいい。うん、うん、うん。だね。ストーリー進めよう。でもミッション3つ溜まってるから、今でミッション始まっちゃったから3行くか。あ、でもテル行かないと鉄が、まあ後でいいかな。回復薬意外と早くなくなるな。白子の絵、騎士。白。うん？別状態を探した。ほう。かな。じゃあ、あのレベル3をクリアしていくって感じか。そうそう。レベル 3？ ミッション3。増やしていく。おお、切るの早いな。うん。ってことで、ストーリーミッションってことはじゃあ、リムテインしていくか。いや、ストーリーはやばいよ。どんどん経験値がポガポやから。てか、クラン入ればいいんじゃね。そうすれば一緒にする、ね、できる人が。クラン作る？それとも入る？そうだね。入った方がすでにいろいろいるんじゃないかと思うけどね。パンお任せすっけどさ、クラン入るならばクラン検索とかで、銅色のアーク。
切れつけますわ。オッケ次何やんの？次？次はテルブラのところに行って、うん、アークナに調査団を探すっていうやつ。ああ。じゃあテルブラマーってあのリム転移とかで。うん。行っちゃって。リム。テル村までリブ転移で行って、で、そこで。うん。じゃあ俺先行ってから。多分パーティーのやつで来れると思うけど。リム転移するとき多分パーティーのやつで来れると思うよ。なるほど。わかんないけど。いや来れなかったらごめんなさい。100かかるね。リム転移選ぶと。でもリムって結構手に入りやすいんでしょ。どうなんだろう。多分困らないとようになってると思うけど。俺気づかないうちに毎回溜まってるやつやからな。やっぱね、うん、そういう感じだと思う。牛がいた。この牛羊っぽいよな。牛。サイクロプスどうする？やっていく？え、どこ？
サイクロプスやってく？やってこう。あ、いた。キルダのキルリキ。またくっちゃい、あれやんけ、タイル。感じやんけ。アラムファング。アラムスレイ。助けてくれてるかも。あれ助けてくれない。こういう時に助けてくれない。なんでやろな。回復薬もう上位のやつ買っといた方がいいのかな。ちょっと重要なのかな。新技試そうと思ったのにやられちまった。あ、やられた？やられた。この敵結構強すぎない？魔法使いって普通の攻撃で属性変えられるのかな。なんかよくわからん。魔法使いを使ったことなかった。っていうか、なんやろ。プレイヤーは L1 と R1 でスキルつけられるけど、ポンにはつけられないというね。スキル？あ、つけられるか。つけられるけど、つけられるけどなんか。なんだろう、 L1 と R1 押してからのスロットじゃないと思ってたのか。え、できるできる。ポーン、あの俺らがスキルつければちょっと同じだよね。うん、つけといた。よく考えれば数は変わらなかった。勘違い。コツコツした子はモコモコゲイと添えてやった。鈍色のアーク。あー、ここか。オッケーオッケー。
ついてきて。うん。うわ、何これ、でっか。あ、アイテムバッグがいっぱい。お、マジ？うん。開かないか、こっちから。よし、あとはボス戦だけだ。おう。多分。
ボスチェンジの注意点。ただいま。ほう。剣の間に来てくれないかな。ああ、あれ？そう。白龍のところ。そうそう。行った方がいいの？ああ、イベント始まんないからさ。了解了解。
ケーオッケで、装備しまわないとな。装備っていうか、なんだろう、アイテムだ。で、回復薬も買わんと。楽なバイトないかな。楽なバイト。そう。キャッチ。あ、わかんない。キャッチ大変かもしれない。キャッチ大変かもしれない。大変かもしれないか。やったことないかわかんないけどさ。うん。なんか好きなもの買えないからさ、食い物とか。性別名前の変更は当施設内にある転生から可能ですって書いてある。美容院で名前変えられるっぽいよ。黄金石だって転生ん。ああ、各社の名前変更することができますって書いてある。ポーンだけか。名前変更できない。うん。ああ、じゃあ無理だね。ちょっと待って、本当にかな。あ、ちょっと待って。転生なんか、あれ。各社もできるよ。
俺名前変更したいんだよ、顔じゃなくて。声はフリーなのか。名前は変えらんないな。じゃあしょうがね。今のとこはシルビアチェックしてみるか。ああ、ほんとだ。ポーンだけみたいな名前変えられるな。なるほど。竜の石です。付近にいるプレイヤー、フレディ。プレイヤーザックフレディか。なんだ。あれどうしてだろう。あれない、ないし。あ、アイテムバッグあった。今何時だ？今？今ね。うん。びっくり。なんで？あっという間。あ。レスタニアワイン、ハーブサラダ、キノコソテー。へえ、あーワインかな。
何しとんの？ああ、アイテムしまって、それから装備つけてるわ。完了。ミッション行く？おう。ミスリュー来ました。ミッション。ミスリュー森林へ向かうだってさ。オッケー。あとは死者の小靴でまたミッションがあるという。こっちはあれかな。あ、クランの基本は望まない。クランの酒場に、キビザから話を聞くって書いてあるな。酒場からできんだね、クラン。てかそうだな。コールオブデューティーでもやってればクラン入れるんだよな。バトルフィールドにクランないからな。それは確かにな。うん。じゃあ俺はどうすかな。先にちょっと理由と言ってくかな。うん？何？どこ行くって？リムで行くって？うん。リム転移でリンウッドがからそこに行けんだっけ？うん、近くの場所。うん。てかさ。リンウッド、うん、ポンゴに行くわ。一回リーダー俺にちょうだい。分かった。うん、パーティー管理で。うん。俺の方にやって、あリーダー健康可能エリアに全員が集まってませんって書いてある。あ、ダメだ。じゃあポンゴ来ていった。あれ、あいやそこにいるんだったらもう来れるよ。うん、来れる？うん。あとはもうすぐだから。うん。来ちゃって。オッケー。そこからはいけない。あー、何何こっち側からはいけない。マジか。逆溺れちまった。遠回りだけど、うん、ぐるーって回ってくるようだ。おー、直してくれた。アイテム持たなくていいから。
よし、いや、とりあえず一回来て。オッケー。ここにさ、石杖でしょ、拠点登録して。オッケー、マイ拠点ここでお願いします。登録した。